はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、3月13日、うん、日曜日です。はい。今日はですね、うん、とてもいい天気で、うん、暖かい一日なんですけど、はい、今日ねちょっとリクエストをいただきまして、うん、リクエスト、はい、まあ、リクエストっていうか、はい、コメントをいただいてね、はい、そのコメントにお答えするのをやろうと思っています。はい。でまず一つは、うん、こうやって向き合って話をしてみようかなと。なんか緊張しますね、はい、まあでもそれやってみようというふうにまず一つ思います、はい、というのと、お話の内容としては、うん、やっぱりっていうね言葉、やっぱりやっぱりっていう言葉の使い方を説明してほしいですっていうことです、はい、やっぱり、はい、それがまあ今日の内容で、うん、もう一つ、タメ口でやるというところで、これ3つ全部合わせて、こう横向きで、タメ口で、やっぱりっていう言葉の使い方を説明をします、はい、ということで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、うん、やっぱりって使い方ね、やっぱりね、やっぱりっていう言葉はもともとはやはりっていう、うんうん、やはりっていう日本語があって、うん、やはりのそのちょっと言い方がこうなんていうの、なまったというか、やはりがやっぱりになったと。そうです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 、やはりやはりっていうのが、うん、やっぱりっていう、まあ同じ意味なんだけどそれになったと、うんうん、うん、でやはりっていうのはこう自分がなんか思ってて、例えば今日の、お昼ご飯は、うん、ハンバーグなんじゃないかと思ってた、うんうん、でご飯食べた、やっぱりハンバーグだったみたいな感じ、うんうん、で思ってたこととこう一緒だったみたいなこと、うん、よく使う、そう、うん、それが一応こうやはりもそうだし、うん、やっぱりもそう、うん、同じ意味で思ってたことと同じだった時使うし、うん、あとはなんだろ う、 こう自分の言いたい時にこう強く強調する時とかにも使うかな、うん、そうだね、うん、やっぱりっていうのでこう頭にね、うん、やっぱりをつけて自分の意見を言う、うん、はい、うん、例えばね、僕は、カレーが好き、うん、ラーメンも好き、うん、でハンバーグも好き、うん、焼き鳥も好き、でもやっぱりそばが好き、うん、みたいな、そうそう、そういう言い方よく使う、ね、そうあるよね、うん、なんかじゃあ例えを今自分例えたんだけど、うん、なんかへー、うーん、そうだな、今日はこの服にしようかこっちの服にしようか迷ってるけど、やっぱりいつものこれを着ようとか。あ、そうだね、うん、そうだね、そうそう、なんかちょっとこうなんて言うんだろう、訂正するっていうか、そうそう、これに決めたんだけどやっぱりやめますみたいな、そうそうそう、そう、だからなんだろう、ちょっと買い物に行って、うん、とかご飯食べに行って、あ、じゃあ何にしようかな、じゃあ今日はエビフライをお願いします、あ、やっぱりやめたみたいな、やっぱ、そうそう、あ、やっぱりとんかつでお願いしますみたいな、うんうん、そういうような使い方もあるよね、ある、うん、だからこの想像してて、うん、なんか今日なんかある気がするなみたいな、あ、やっぱりあったみたいなのと、うん、あとこうやっぱりやめますみたいなのはちょっとこう意味が違うよね、なんか真逆、2種類な感じがしますね、うん、だからなんだろうな、ちょっとね文法とかそういう言葉としては全然わかんないじゃん、うん、詳しくないし、うん、日本語のそのルールみたいなのは意味はわかるし喋れるけど、でもよくわかんないところもあるじゃん、うん、
で、それが説明してくださいって言われたらちょっと難しいんだけど、でも今みたいにこう例を挙げるんだったら、うん、そういう2個があるんじゃない？そう思います、うん、あ、思いますって言っちゃったけど、うん、あのやっぱりってすっごくよく使うけど、うん、あの日本人の人は感覚的に使ってる気がする。そうだね、あんまり考えてないっていうかね。そう、なんかとりあえずやっぱりみたいなつけてるような時もある。あ、まあ確かにね、うん、それはあるかもしれない、うん、やっぱりねとか、やっぱり変えようかなとか、うんうん、それでも今のは違う意味だよね。そう、違う意味だから、例えばこうなんていうんだろう、言葉で説明できないんだけども、一つ目はなんか思った通りだっていうことだね、うん、そう、そう思った通りっていうこと、予想した通りとか、うん、例えば明日は雪が降りそうだなって話してて、うん、やっぱり雪が降った、うん、みたいな感じ、思った通りだそうっていうのが一つ目、うん、でじゃあ今日は雪が降るから家の中にいよう、あ、でもやっぱり買い物行こうみたいな。そうそう、そういう二つ目、逆のことをね、そう、そのやめて、うん、そうみたいな、そうそうそう、一回やめてじゃあこっちみたいなのも意味が二つ目だと思います、うんうん、だからいろんな場面で使ってる、うん、そうだね、本当に結構よく出てくるし、うん、よくっていうかかなり出てくる表現じゃない、うん、日本語だったらすごくよく使うけど、うん、うまく説明が確かにねしにくい言葉かな、うん、やっぱり、はい、うん、でも分かりやすかった。いやでもさ、こう自分たちもさ、うん、こうやって話すると、あ、なるほどみたいなのあるよね。あるある、そういう、あ、そういう風にみんな考えてんだなみたいな、うん、で思うし、こうやってまあ自分たちが日本語を喋ってると別にそんなにこう難しいとか感じないじゃん、うん、でもやっぱり外国人にとっては難しいっていう感じと思いました。いい例でした、はい、そんな感じ、うん、はい、いかがでしょう、どうでしたか、はい、ちょっとね横向いて話すとね、こうカメラのね、あの、うん、今どんな風に映ってるかでも確認できない、確かに、のでやっぱりこのやり方はどうなんかなと思うんですけどどうでしょうか、ね、はい、まあ、ということでね、一応やっぱりっていう言葉の質問をいただいたので、うん、その使い方を、こういうふうに例えを交えてやってみました、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでね、うん、また次回も、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ではでは、あ、やっぱりさ、あの最後のエンディングを忘れたからもうちょっと言っていい？お願いします。やっぱり、あの、やっぱりいや今言い忘れたことがあって、この横向きトーク、うん、はい、どうですかっていうコメントをちょっと欲しいな。あとタメ口、あとタメ口、そう、どうですかね、あのリクエストしてみたんだけど、話してコメントをしてみたけど、やっぱり前の方が良かった、うん、みたいな、それか、あ、やっぱり思った通り横向きがいいじゃんっていう、どっちのやっぱりでなるでしょうか、ちょっとね、コメントお待ちしてますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ではでは。